イギリスを構成する四つのカントリーイングランドウェールズスコットランド北アイルランドイギリスの国旗イギリスの国称イギリスの歴史はイングランドウェールズスコットランドアイルランドより構成される連合王国の歴史であるイングランドはまずウェールズを併合しアイルランドを植民地化しスコットランドと連合したさらに アイルランドを併合するも、その大部分が共和国として独立して、現在の国土になった。グレートブリテン島には、紀元前9世紀頃から、紀元前5世紀頃にかけて、ケルト系民族が侵入してきた。これによって、グレートブリテン島における、鉄器時代が始まり、ブリテン島各地に、ケルト系の部族国家が成立した。紀元前55年ローマのユリウスカエサルが、 グレートブリテン島に侵入し、西暦43年ローマ皇帝クラウディウスがブリテン島の大部分を征服した。ローマ帝国時代のブリタニアはケルト系住民の上にローマ人が支配層として君臨した。ただし、ローマの支配はブリテン島北部のスコットランドとアイルランド島には浸透せず、ケルト系住民の部族社会が続いた。5世紀になって西ローマ帝国が ゲルマン系諸集団の侵入で混乱すると、ローマ人はブリタニアを放棄した。ローマの軍団が去ったブリタニアは、ゲルマン人の侵入にさらされることになっていく。西暦400年代のユトランド半島から、ブリテン諸島への移住。ジュッツ、ジュート人、アングルズ、アングル人、サクソンズ、サクソン人7王国時代の、グレートブリテン島ゲルマン人のアングロサクソン諸部族が、 ブリタニアに侵入し、グレートブリテン島南東部を征服した。この結果、この地域には、厚生アングロサクソン7王国と呼ばれるようになる、小国家軍が成立した。5から7世紀に、ブリテン島南部のピクト人はアングロサクソンによって、吸収、消滅してしまう。このブリテン島南部の小国家活況状態の中から、次第にイングランド地方が形成されていった。 イングランドの名称はアングロサクソン諸部族の中のアングル人に由来する。一方、ウェールズにはゲルマンは浸透せず、ローマから取り残されたケルト系の住民が中世的世界に入った。スコットランドとアイルランドもゲルマンに征服されることなく、ケルト系部族国家が継続した。それぞれの地域はこの頃から次第に独自の歴史性をもって分離していくことになる。以降の 各地域の詳細に関してはを参照のこと。イングランド民族的なアイデンティティの確立において、イングランドには大々的にゲルマン系のアングロサクソン人が大陸から侵攻してきたことに大きな特徴を有している。これらアングロサクソン人は5世紀から9世紀にかけて7王国と呼ばれる国家軍を建設した。アングロサクソン人の王国は9世紀の初めに、 この中の一つである、ウェセックス王国のアルフレッド大王によって、政治的に統一された。この統一と、ほぼ同時に、デーン人の信仰が活発になった。1013年には、デンマークのカヌート大王によってイングランドは、北海帝国の領域に組み込まれ1042年まで、支配された。この後一時的に、アングロサクソンの王が復活するが1066年に、 フランスのノルマンディー公ギオームによって征服され、イングランドの支配層は、ノルマン系フランス貴族に交代した。その結果、イングランドは、フランス文化の影響を強く受けることになった。ノルマン朝とその後を継いだプランタジネット朝の歴史的な経緯によって、フランスとイングランドの関係は、非常に複雑なものになった。これを因因とする百年戦争の過程において、イングランドは、 大陸の領土を喪失し、基本的にブリテン島に完結する王国に再編成された。対フランスという視点から見れば、この一連の出来事はイングランドという大きなまとまりでの自意識を持つようになった。これは後にイングランドの国民的アイデンティティを成立させる一因になった。スコットランドスコットランドには、スコットランドに残存したケルト系といわれる、 ピクト人の他に5世紀から8世紀にかけてアイルランドから渡ってきたゲール人、イングランドから流れてきたアングロサクソン人、スカンジナビアから渡ってきたバイキング等が次々にトライシュ混在し混ざり合うことになった。イングランドと比較してアイルランドからやってきたグループと北欧の政治権力の影響をより多く受けたことにスコットランド独自の特徴を有している。 スコットランドでは11世紀初頭にようやく政治的な統一が見られるようになった。現在とほぼ同じ領域でスコットランドが統一されるのは15世紀になってからである。政治的に統一しかけたスコットランドに対してしばしばイングランドが軍事的に侵攻してくることが多かった。最大のものは1292年のイングランド王エドワード一世による侵攻で、 スコットランドは一時的にイングランドの冷蔵下に置かれたが、ウィリアム・ウォレスの反乱などスコットランドはイングランドに対抗し、14世紀初めまでにスコットランドは再びイングランドからの独立を果たした。このようにスコットランドはしばしばイングランドに対抗する措置を迫られたため、フランスと同盟を結ぶことが多かった。これは中世を通じて一定的に見られる傾向であった。 ウェールズ・ウェールズでは、ケルト系の分裂した小国家が13世紀まで存続していた。これらの国家軍は他との政治的関係から一時は、イングランドと結んで、他の国家軍と対決したり、あるいはウェールズで団結して、イングランドに対抗するということを繰り返していた。このような状況で1280年頃に、ルウェリン・アップ・グリフィズがウェールズに政治的な統一をもたらそうと試みた。 彼は、ウェールズの第一人者として、プリンス・オブ・ウェールズを名乗ったが、イングランドのエドワード一世に攻め込まれ、廃止した。グリフィスを屈服させたエドワードは、身を物王妃をウェールズに呼び寄せて、ここで、息子、エドワードを出産させた。王は、ウェールズ生まれの王子に、ウェールズの支配者たる、プリンス・オブ・ウェールズの称号を与えた。これは、 現在に至るまで英を出時期多い継承者の称号として存続している。このようにしてウェールズはイングランドの政治的支配下に入ることになったが、文化的なアイデンティティはその後も存続し、現在まで至っている。アイルランドアイルランドもケルト系の民族によっていくつかの小王国が分裂する状態が12世紀頃まで続いた。12世紀中頃に、 ノルマン人の侵入を契機として、ヘンリー2世が軍を率いてアイルランドに上陸した。ヘンリーは息子のジョンにアイルランドの支配権を与え、ジョンはアイルランド教を名乗った。アイルランド教の称号はイングランド王によって継承され続けていくことになる。しかし、このイングランドによる支配権は完全なものではなかった。この後在地の貴族は、 イングランドの支配から徐々に脱し、イングランドでバラ戦争が終わる頃には、アイルランドはイングランドの支配から完全に脱していた。以降イングランド王がアイルランドに干渉する場合には、在地貴族の行為に甘えることが必要になった。17世紀ヨーロッパ宗教改革大陸で15世紀初頭に始まった宗教改革運動は、ブリテン島にも伝播し大きな影響を与えた。 これまでの民族的相違、歴史的相違、文化的相違の他に宗教的な相違も加わって、後にイギリスを形成する各地域の特色を形成することになった。またこれらの宗教的際はイギリスが形成される一つの要因になった。イングランドの宗教改革はヘンリー・パッセイの離婚問題という全く非宗教的な理由で始まったが、 これによって成立したイングランド国教会は、イングランドでの王権の強化を図る一助になった。その後カトリックのリバイバルが試みられるもののエリザベス一世の統治に及んで国教会の優位は確定的になった。スコットランドには16世紀になってカルバン派が持ち込まれた。スコットランドでの宗教改革は、貴族や王の権力を抑え込むことが、 目標の一つであったので、イングランドにおけるそれは全く異なった方向性を示すことになった。アイルランドはカトリック世界に残留することになった。このため宗教的にはフランスやスペインと近しい関係になることになった。アイルランド占領1536年にヘンリー・パッシーはアイルランドへの再侵入を試みた。アイルランドはイングランド多い戦勝者。 ナンバーとシムネルを担いで反抗したが、多い戦勝者を担いだことは、ヘンリーに相当の危機感を持たせ、アイルランドの植民地化を決意させるに至った。1541年ヘンリーは、在地貴族の支持を得られないまま、従来のアイルランド教に変えて、アイルランドを自称した。この後も、アイルランドへの出兵は、断続的に継続され、ジェームズ一世の統治下で、 アイルランド全島の支配が確立した。前述の通り、アイルランドでは宗教改革でもカトリックを守り通したため、プロテスタントに切り替わったイングランドとの間で宗教的な再生が存在していた。イングランドは支配層であるイングランド人の優位性を確定させるためにカトリック刑罰法を規定しカトリックの元支配層の 失落とカトリックに対する差別が格索されることになった。イングランド・スコットランド同訓連合、スコットランドとの連合に関する記事スコットランド王、ジェームズ4世は、イングランド王ヘンリー7世の娘、マーガレット・チューダーと婚姻した。これによって、スコットランドとイングランドはそれまでの対立的関係から同盟的な関係へと移行することになった。 また彼らの子息ジェームズ5世の子孫にはイングランド王位の継承権が発生した。女王エリザベスが独身のまま死去すると、上記の婚姻関係からスコットランド王ジェームズ6世が王位継承者に指名された。これによってスコットランド、イングランド両国は同君連合に発展した。イングランド王ジェームズ1世とその息子チャールズ1世はイングランド、とりわけ王権を新調する。 国教会のシステムを機に、イリスコットランドにも持ち込もうとした。これによって、スコットランドでは、主教戦争が起きるがチャールズはこの戦費をまかなう財源を求めて議会を開催した。しかし、王の要求は受け入れられず、国王と議会が軍事的に対立することになった。これが、新京都革命の始まりである。この対立は、オリバー・クロムウェル率いる鉄騎兵により、 チャールズが捕らえられ1649年に処刑されることでイングランドにおいては一定の決着が図られた。王位継承者であるチャールズ2世はフランスに亡命した。ここでルイ14世の行為からカトリックの影響を受けた。これによってカトリック世界に残留したアイルランドとの接点が生まれた。さらにイングランドによって勝手に自国の王を処刑されたスコットランドは チャールズ2世の即位を認める方針を示したので、チャールズはスコットランドやアイルランドを足場に王政復古の運動を行うことができた。イングランド共和国を率いるクロムウェルは王党派を弾圧するためにスコットランド、アイルランドに対して出兵し、両地域の王党派やアイルランドのカトリックに対して大弾圧を加えた。その後イングランドではクロムウェルなき後の混乱からチャールズ二世の 王政復興を認めるが、チャールズ2世の後を継いだ、ジェームズ2世の後継者問題をめぐって、再び紛糾し、ジェームズ2世はイングランドを追い出された。これがイングランドにおける名誉革命であるが、スコットランドやアイルランドでは、ジャコバイト反乱として反映されることになった。ジェームズはカトリックであったので、アイルランドの支持を受けやすかった。 またスコットランドは再び勝手に自国の王をすげ替えたことに対して反発した。結果としてジャコバイトのリバイバルは成功せず、むしろこの2回の抵抗によって両地域におけるイングランドによる支配権が増す結果になった。結局スコットランドは1707年の合同法によってイングランドと一体化することになり、またアイルランドはイングランドの植民地化が徹底されることになった。 アン女王の治世の1707年にイングランドとスコットランドの合同法が成立し、両王国はそれまでの同君連合から、さらに統合を進め、グレートブリテン王国として一体化した。このためアン女王は、最後のイングランド王位とスコットランド王位の保持者となり、またグレートブリテン王国の最初の君主となった。なお、アイルランド王位はその後も18世紀の間は、 依然として分離されていた。すでに、新京都革命と名誉革命の市民革命を経験していたイギリス史においては、この頃から近代史として扱うのが一般的である。初代首相、ロバート・ウォルポール王位継承法を制定したイギリス議会は、アン・女王の後、ドイツからスチュアート家の血を引く派のオファー選定校、ゲオルクルートビヒを王位継承者として招いた。 これが、イギリス王ジョージ一世であり、現在のウィンザー朝に連なるハノーバー朝の始まりとなる。ジョージ一世はあくまでも、ドイツの両方国家の一つであるハノーファーの君主であり、ドイツもしくは大陸ヨーロッパの政治には、積極的に加担した反面、イギリスの政治に対してはあまり興味を持たなかった。ジョージ一世は即、即位時、すでに五十歳を過ぎていた上に、当時のヨーロッパにおける、 国際語はフランス語であったので、英語の理解には限界があった。時代のジョージ2世もプリンス・オブ・ウェールズ・ジョニンジに30歳を過ぎており、すでにハノーファーの軍人や政務を担っていたので、その政治姿勢には大差がなかった。加えて、この2代の王は、即位後もしばしばドイツに滞在し、イギリスを留守にすることが多かった。このため、イギリスの政治は王の手から離れ、 議会勢力の大小に反映された内閣の手に委ねられることになった。当時の第一、大倉卿であったホイッグ党のリーダーロバート・ウォルポールは、この二代の王の下で、事実上の首相として21年間政権の座にあり、庶民員の支持を失ったことを理由に辞任した。これを機に、内閣が議会に対して責任を持つ議員内閣制の基礎が築かれた。また、 このウォルポールがイギリスにおける実質的な初代首相とされることになった。ジョージ2世の孫で後継者であるジョージ3世がハノーバー朝で最初のイギリス生まれの王になった。ジョージ3世はしばしば議会への干渉を試み、この政治姿勢は程度の差はあるものの、息子のジョージ4世とウィリアム4世にも引き継がれた。ウィリアムは議会の意思に関係なく、 首相を任命した最後の王になった。イギリスはポルトガル、スペインに遅れること一世紀、17世紀初頭にオランダ共和国と共に大航海時代に乗り出した。東インド会社はアジアに進出し、主にインドに拠点を確保する一方、北米大陸にも多数の植民者を送り出した。 また当時、ヨーロッパでの戦争に抗応した、インドや北米などの植民地における戦争にも、積極的であった。これら植民地での戦争として、スペイン継承戦争に抗応した、アンジョ王戦争、オーストリア継承戦争に抗応した、ジョージ王戦争、七年戦争に抗応した、フレンチ・インディアン戦争などがある。特に、フレンチ・インディアン戦争では、 北米の13植民地の背後に広大なミシシッピ側伊藤のルイジアナを手に入れた。イギリス政府はルイジアナを維持するため北米植民地にイギリス軍を常駐させ、その財源を北米植民地に対する課税でまかなおうとしたが、植民地人にとっては戦争の終結によって脅威が遠のいたにもかかわらず課税が強化された形となり、 本国と植民地の意識に差が生じることとなった。これが後にアメリカ合衆国の独立を引き起こすきっかけとなった。ヨークタウンの戦いで降伏する英軍指揮官チャールズ・コーンウォリス・フレンチ・インディアン戦争の結果、イギリスは広大なルイジアナ地域をフランスから獲得したが、戦費によって膨らんだ国家債務の召喚及び 植民地維持のために送られた軍隊の費用を13、植民地への増税で賄う方針を取り、1764年に佐藤法を翌1765年には飲酒法を適用した。この増税に対して植民地では不満の声が高まり、まもなくこの2つの税法は廃止に追い込まれたが、イギリス本国政府は植民地に対しての課税を諦めず、 1773年には茶法を制定し、植民地でのイギリス東インド会社による茶の独占と茶に対しての課税を行った。これに対して不満を持った植民地人は同年、ボストン茶会事件を起こし、イギリス本国政府とアメリカ植民地との相互不信感が一層高まる結果となった。1775年に歴史ントンで、 イギリス軍と植民地軍との間の武力衝突が起こった。これが植民地全域にまで拡大し、アメリカ独立戦争に発展した。植民地軍はジョージ・ワシントンを司令官として粘り強く対抗。翌1776年には独立宣言を発した。イギリスを除く他のヨーロッパ列強は当初事件の推移を傍観していたが、1778年に ベンジャミン・フランクリンの説得によって、新大陸での利権回復の後期と見たフランスが、大英宣戦線した。1780年には、ロシアのエカチェリーナ2世の提唱によって、武装中立同盟が成立し、ヨーロッパの中でも孤立したイギリスは、苦戦を強いられた。1783年のパリ条約によって、イギリスは13植民地の独立に加えて、 ミシシッピ側ワイのルイジアナをアメリカに異性の地域をフランスに割譲し、これによって新大陸でのイギリスの支配地域はカナダと西インド諸島のいくつかの島々に限定されることになった。この戦争で大英戦線したフランスの財政的な持ち出しは極めて大きく、財政が極度に悪化したため免税特権を持っていた貴族。 聖職者に対しての課税に踏み切ることになった。これに対して三部会の開催が要請されたのがフランス革命の縁因である。フランス革命はイギリス史にも次のエポックを作り出すことになった。内政的にはウォルポール以来のホイックの優位がアメリカ独立運動の対応につまずいたことによって縮小し一連の対応で国王や国民の支持を得た通りーー優位に変わっていった。 イングランド、スコットランド及びアイルランドの国旗を元にしたイギリスの国旗アイルランドは中世以来イングランドがしばしば征服し植民を行ってきたがアイルランドのケルト系住民は文化的、宗教的にイングランドに同化されることはなかった。イングランドはイングランド系住民のアイルランドでの優位性を保つためにカトリック刑罰法を制定して 在地アイルランド人と支持層であるイングランド人の差別化を図った。カトリック系のアイルランド人は16世紀のジャコバイト反乱を通じてカトリックに理解を示すジャコバイトに加担することでアイルランドの地位向上を図ったが、これは結果としてイングランドのアイルランド支配の強化につながった。18世紀にアメリカ独立戦争が起こるとイギリスは北米対策に翻弄され、 アイルランド対策に月が生まれることになり、この間アイルランド議会の地位は著しく向上した。続くフランス革命ではこれにこうすることによってアイルランドの地位を向上させようとする政治運動が活発になった。これに危機感を持ったイギリスはカトリック解放とバーターで1800年の合同法を成立させアイルランド議会を ウェストミンスター議会に併合させることにした。これが、グレートブリテン及びアイルランド連合王国の成立である。本来ウェストミンスター議会との併合とバーターであった、はずのカトリック解放が実現するのは、1829年のカトリック解放令の成立を待たなければならなかった。また、アイルランドの爵位を持っている場合でも、他の地域における爵位を合わせ持たない場合は上院に、 議席を認められないなど他の地域と比べ低い扱いを受けていた。革命戦争アメリカ独立戦争の影響はヨーロッパ各国にも波及した。その最たるものがフランス革命である。イギリスは革命戦争に対して第一次、第二次大仏外同盟に参加したものの大陸の大変動に対する干渉は比較的限定されたものになった。フランスの軍港トゥーロンを攻撃し、 王命貴族を受け入れた程度である。これは、経済的には、アメリカ独立戦争の敗戦からの回復期にあたること、政治的に、イギリス政権内部でも革命に対して理解を示す層がある、程度存在したためである。フランスと地続きで王を処刑されたことに恐怖を感じていた、オーストリア、プロイセンなどの大陸諸国と、海を隔てた上に、市民革命において、 王を処刑した経験を持つイギリスでは温度差があった。思想的にイギリス革命で王権神授説を否定し、これを論理的に肯定したジョン・ロックの思想はフランス革命の思想に影響したジャン・ジャックルソーやシャルル・ルイド・モンテスキューといった啓蒙思想家に一定以上の影響を及ぼしていた。このように思想的にフランス革命を肯定できる下地がイギリスには存在した。 エジプトシリア戦役こうした状況の大きな転換点となるのがナポレオン・ボナッパルトの登場である。ナポレオンの登場は大陸のミリタリーバランスを大きく崩し第一次イタリア遠征を終えオーストリア帝国を打ち破ると当時のフランス総裁政府も軍事上の次の軍事的脅威をイギリスと捉えナポレオンを大英方面司令官に任命した。といっても当時のフランスにとって ドーバー海峡を渡って、イギリスに直接侵攻するということは非現実的な議論であり、この職への就任は事実上の左遷であった。しかし、イギリスの脅威に対抗することもまた必要であったため、ナポレオンは、イギリスと、イギリスの植民地であったインドの連絡を断ち、イギリスを経済的に疲弊させることを目的として、エジプト遠征を決意した。 これがイギリスにとってのナポレオンとの初めての直接対決であり、以降17年間続くナポレオン戦争の実質的な幕開けであった。1798年、ナポレオンはエジプトに上陸し、ピラミッドの戦いでカイロを陥落させると、シリア方面に展示アファ、アレクサンドリアでイギリス陸軍を打ちまかした。しかし悪化の戦いでイギリスオスマン連合軍に敗れ、 ついで、ナイルの海戦で補給を担当するフランス艦隊が、ホレーショネルソン率いるイギリス艦隊に大敗、遠征の維持に補給の不安を抱えたため、当初の目的であるイギリスとインドの遮断は達成できなかった。一方大陸において、フランス軍が劣勢に立たされ、総裁政府への指示が急落したため、ナポレオンは遠征を中止して、フランスへ帰国した。 ヨーロッパ戦役トラファルガーの海戦フランスへ帰国した、ナポレオンは、ブルメール18日のクーデタで政権を掌握、統領政府を発足させ、フランス共和国第一統領に就任した。ナポレオンは、その後、第二次イタリア遠征を行い、再びオーストリアを屈服させ、次の矛先を再びイギリスに向けた。この後、英仏関係は、公安へ向かい1802年に、 アミアンにおいて一時的な和訳が成立した。一時的に平和が訪れたかと思われたが、早くも翌年には相互にアミアンの和訳が遵守されていないと非難し合う事態となり、早々にこの和訳は破棄されてしまった。さらに、翌1804年にナポレオンがフランス皇帝に即位すると、ヨーロッパ各国はこれを危険視し、再び退仏内同盟を結成した。 以降ナポレオン戦争の性格はフランス王政を復活させアンシャンデチームに戻すことから次第にナポレオンを追放することを最終的な目標とする方向へと変わっていった。イギリスではナポレオンが皇帝に即位したことからフランス革命に共感する退仏恩恵派の勢力が後退し1804年に退仏強硬派のウィリアム・ピットが 政権に立ち反ナポレオン職を鮮明にしていった。1805年、ナポレオンの大陸軍はアウステルリッツの戦いにおいてオーストリア、ロシア帝国を打ち負かしたもの、海軍はトランファルガーの海戦でネルソン率いるイギリス海軍に壊滅させられた。以降フランスの派遣は大陸に限定されたものとなり、ついにナポレオンはイギリス本土に攻撃の手を加えることは不可能となった。 1806年、イエナの戦い、アウエルシュテットの戦いで、プロイセン王国軍を、翌年フリートラントの戦いで、ロシア軍を大敗させると、フランスは次の手として、イギリスをヨーロッパから孤立させるべく大陸封鎖令を発動し、イギリスの経済的孤立を格作したが、これは、全くの逆効果で、かえって、イギリスとの経済交流の場を喪失した。 大陸諸国の方が疲弊する結果となった。一方イギリスは反ナポレオン闘争に積極的に加担するようになり、ポルトガル、スペインにおける退仏ゲリラ戦を援助することになった。ワーテルローの戦いこうした中で1812年のロシア遠征が失敗に終わると、大陸各国は一斉にナポレオンに対して反抗に転じた。イベリア半島戦争でも八百十三年、 初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリー率いるイギリス陸軍がビットオリアの戦いに勝利し、最終的にイギリスの勝利で幕を閉じた。東では同年ライプツヒの戦いで、フランス軍が大敗、1814年には連合軍がパリに入場し、ナポレオンをエルバ島へ追放した。ナポレオン戦争後のヨーロッパの枠組みを話し合うべく、ウィーン会議が開かれたが、 この会議は、会議は踊る、ザレドを進まず。と言われる状況であり、各国の利害が対立して会談が終結する、見通しすら立たなかった。こうしたヨーロッパ各国の対立の空白を狙って、エルバ島からナポレオンが脱出。芝叩く間に、パリに駆け上がり、定位に返り咲いた。ヨーロッパ各国は一旦対立の矛先を収め、ナポレオンを再びヨーロッパから追放することで結束。 オーストリア軍は北、イタリア、およびライン側方面に、プロイセン軍と、イギリス軍はベルギーに展開を始めた。この時、ベルギーで、イギリス陸軍を率いていたのが、イベリア半島からフランスを追い出した、ウェリントンである。フランス軍と快適したウェリントンは、後退させられながらもプロイセン軍の合流を受け、フランス軍を敗走させることに成功した。これが、ワーテルローの戦いである。 ナポレオンは再び単位させられ、イギリス領セントヘレナ島へと追放された。ナポレオン追放後のヨーロッパは、自由主義や民族主義を抑圧して、旧秩序の維持を目的とした反動的なウィーン、体制下でスタートした。これを国際関係下で維持するべく四国同盟とこれを補助する新生同盟が締結され、イギリスはオーストリア、プロイセン、ロシアと共にこの体制維持に努力した。 また、ウィーン体制下では、各国の勢力均衡を図るために、領土の交換が行われ、イギリスはオランダからセイロン島とケープ植民地を得、またナポレオン戦争中維持した、マルタ島の領有を認められた。この反動的な体制は、国際的には1848年革命まで維持されたと理解される。一方で、この期間にも自由主義的、 民族主義的運動を支持し、ウィーン体制とは一線を隠そうとした動きも見られた。この最たるものは、イギリスの外相ジョージカニングによる外交政策である。まず第一点は、フランス革命の思想的影響を受け、ナポレオン戦争でヨーロッパ本国の影響が薄れたのを機に、相次いで起こったラテンアメリカ、カリブ海諸国の独立を、イギリスの市場拡大を狙って支持したことである。 第2点がギリシャ独立戦争を支持したことである。特にギリシャの独立運動が活発化した1830年代はウィーン体制が動揺した時期であり、イギリスは外交的な自由主義政策ばかりではなく、内政でも穀物法の緩和やカトリック解放令の交付など自由主義的な政策を実施した。世界初の産業革命をもたらした。 ジェームズ・ワットの蒸気機関イギリスでは世界に先駆けて18世紀から蒸気機関の開発、改良を契機にして工場製機械工業の発達が促され18世紀の中頃から産業革命が進展した。最初に工業化したのは軽工業である綿織物の分野で、これはもともとイギリスの主要産業の一つであった。蒸気機関を動力とした食器や防積機の機械化と イノベーションが促され、工場での大量生産が可能になった。軽工業段階では、資金はそれほど必要としなかったものの資本の、一つとして安価な労働力を必要とした。また動力源となる石炭を採掘する炭鉱や、これを運び出す、石酒鉱、綿布の原料となる綿花を引き受ける貿易港でも、労働力を集中させるだけの需要が生まれた。 このように労働力が集中した工業都市は中世都市をベースにして近代都市に発展した。一方でこうした都市間を結んで原料を大量に流通させるシステムが必要とされるようになった。こうして生み出されたのが鉄道で1825年に最初の鉄道がリバプール・マンチェスター間に施設された。こうした社会的な変動は社会制度そのものに 大きな変化をもたらした。資本家が欲した安価な労働力は兼ねてから、進行していた囲い込みと連動して、従来の農村のコミュニティを崩し、その余剰人口を引き受けることによって生み出された。こうして、都市では労働者という新しい社会階層を生み出すことになった。こうした労働者が大量に、工業都市に集中することによって都市化が進展した。 こうして人口が爆発的に増加した都市として、イングランドのリバプール、マンチェスター、バーミンガム、スコットランドのグラスゴー、ウェールズのカーディフなどがある。また労働者の集中によって引き起こされた都市化は農村コミュニティに代わって、職場や学校を中心とする新しい都市のコミュニティを形成させることになった。経済的には資本家による資本の蓄積が始まって、 初期の資本主義形態は産業資本主義に進展した。拡大再生産を継続する産業資本主義はイギリスの外に新しい市場と原料の供給地を求めることになった。これに刺激され19世紀イギリスでは帝国主義の発展が見られるようになった。労働の変遷と都市化によって社会形態は劇的に変化した。資本家と労働者は分化し、 双方の間には労働問題が発生した。1810年代には機械化そのものに反発するラッダイト運動がイギリス各地で発生した。19世紀半ばには労働者の地位向上を実践したロバート・オーエンが現れた。これと同時期にはさらに求進的な主張が現れた。カール・マルクスやフリードリヒ・エンゲルスは1848年に ロンドンで生産手段の国有化を謳う共産党宣言を発表した。チャーティズムナポレオン戦争での勝利はイギリス国内ではフランス革命に共感していた知識人と産業革命で勃興しつつあった資本家と労働者たちへの反動政権の勝利でもあった。この内政的な反動体制は1832年まで続いた。この年の選挙法改正によって 小売店主の線まで拡大したが、依然として懸案であった、腐敗選挙区はほとんど伸ばしのままで、法改正の恩恵から漏れた大多数の勤労者たちは、さらなる選挙権拡大を目指し、政治運動を展開することになった。これが、チャーティズム運動である。チャーティズム運動は、政治参加への要求だけではなく、飢餓にさらされていた労働者たちの熱望をかき立てることに成功した。 彼らの運動は、男子不戦や腐敗選挙区の解消を骨子とした1838年の人民憲章の策定に結実し、以降1842年、1848年の大規模なデモンストレーションに発展した。規制政党であった保育党と通り位党は、1832年の改正でほぼ満足した資産家、中産階級を味方にして、 チャーティズムを抑えようと試みた。この試みは成功し、チャーティズムの運動は1848年革命に、こうした最後の大規模なデモンストレーションの後に沈静化した。自由党、保守党の誕生1830年代まで、ホイックは中産階級の急進派、産業資本化を支持基盤としており自由貿易に対して積極的であった。 一方のトーリーは農業や土地に基礎を置いた貴族や地主層に支持基盤を置いていて保護貿易を施行していた。ホイックもトーリーもこの時点まではこれらの支持基盤や政策的思考を一定度共有する議員グループ以上の存在にはならなかった。1835年に行われた総選挙でトーリーの有力議員であったロバート・ピールは 自身の選挙区の有権者に対してタムワースマニフェストを示した。これは政権公約という意味での最初のマニフェストであった。タムワースマニフェストがこれ以上に重要なのはこのマニフェストが同年にトーリーの綱領として採択されたことにある。これによってトーリーはそれまでの議員グループから脱却して近代的な政党である保守党へ脱皮した。 ピールは1841年に首相に就任し、1846年に穀物法を廃止した。続くホイックの首相ジョン・ラッセルの下で、1849年には公開法が廃止され、産業資本家が求める自由貿易が実現した。このようにピールは保守党議員でありながら自由貿易に積極的な姿勢を示した。ピールに同調する議員をピール派と呼ぶ。 ピールが議員を辞すると、ピール派は次第に保守党から離れホイックに合流した。この時までに、ホイックには同じくトーリー出身で自由主義外交を施行したカニング派も合流していて、これらの連合体として自由党が成立した。この後、自由党と保守党、自由貿易派と保護貿易派の政治闘争を中心にして、イギリス議会政治が発展した。 この間の自由党の最有力政治家は、ウィリアム・グラット・ストーンであり、保守党のそれは、ベンジャミン・ディズレイリであった。彼ら有力な政党政治家たちが自由、保守両党をリードして、定期的な政権交代を繰り返しながら、国政を指導し、民主主義の理念を充実させた。この議会政治と並行して、選挙法の改正が1867年、1884年、 1918年、1928年と行われた。1867年の選挙法改正では、都市部労働者に対して選挙権が付与され、有権者の総数は200万人程度まで増えた。1884年の選挙法改正では、地方の労働者に対して選挙権が与えられ、有権者は440万人まで増えた。 労働党の誕生67年と84年の選挙法改正によって選挙権は労働者まで拡大した。これによって従来の規制政党である自由、保守以外でこれら労働者の支持の受け皿として労働者政党を結成しようとする運動が19世紀末に起こった。1884年に結成されたフェビアン教会を母体として1906年に 労働党が成立された。労働党は、同年長総選挙で26議席を獲得し、議会勢力に足場を築いた。続く1910年の総選挙では、アイルランド問題の解決に取り組む自由党と連立し、政権入りを果たした。イギリス帝国統治下の経験を有する国、地域。現在のイギリスの海外領土は赤い河川が引いてある。 大仏戦争終了後、ヨーロッパのみではなく各国植民地の地図は一変した。フランスは当面の間、四国同盟によって封じ込められ、スペイン、ポルトガルの植民地はほどなく独立し、オランダもケープ植民地をイギリスに奪われた。産業革命によって得た経済的優位性を得ていた。イギリスはナポレオン戦争勝利によって覇権を確たるものとしたのである。 中南米アメリカ合衆国大統領、モンローの宣言とともに、ラテンアメリカ諸国の独立を支えた外相、カニングの不干渉政策は、創始国と切り離した植民地を衛生経済化しようとの意図に基づいたものであったが、新世界のミドルクラスタルクリオーリョたちは、旧平な元創始国よりも、イギリスの自由主義に引き付けられた。そのため、 独立後のラテンアメリカ諸国はイギリスへの依存を強めていった。独立当初の奴隷制や独裁など全近代的な要素を残した現地社会はイギリスにとって必ずしも市場としての条件を揃えていたわけではないが、イギリス人の移入とともに徐々に生活のイギリス化が進行し、19世紀後半までにはラテンアメリカ諸国は総じて良い市場へと成長したのであった。 アジア三角貿易の要であったインドは、インド大反乱を機に、東インド会社の手から、イギリス政府の手へと取り戻され、インド帝国として生まれ変わった。運営自体が、本国植民地省と総督の手に委ねられた、ことによって、インドは、名実ともに、イギリス帝国の最重要植民地となった。この後、19世紀末から20世紀前半にかけて、 列強間の植民地獲得競争が激しさを増し、それに伴い帝国のコストは重く、イギリスにのしかかるようになった。これをインドのアヘン栽培でまかない、イギリス帝国全体の赤字を総裁し財政を健全化した。こうしてインドはいわば帝国の維持機関としての役割を担うことになった。インドのアヘンは主に中国で売買され、 これは1840年に清との間で起こったアヘン戦争のきっかけになった。アヘン戦争とこれに続く1857年のアロー戦争によってイギリスは極東の中継貿易地である香港を手に入れ、さらに中国大陸の経済的利権も獲得して中国の繁殖民地化に宣弁をつけた。アフリカ18世紀末のナポレオンのエジプト遠征や 19世紀前半のギリシャの独立運動はオスマン帝国に動揺をもたらし、この結果俗領であったエジプトの独立運動を促すことになった。1830年代にエジプトはムハンマド・アリーの指導のもとに実質的な独立を果たした。新興エジプトは近代化を格索して、フランスと共にスエズ運河の建設に乗り出すが、膨大な建設費によって財政は破綻し、 経済的にイギリスの支配を受けることになった。1882年にアフマド・アラービーの対英判断であるウラービー革命が鎮圧されるとイギリスはエジプトを保護国化した。帝国主義の対立、ビクトリア朝と呼ばれる知性を築いたビクトリア女王19世紀半ばから19世紀末にかけてのヨーロッパはイギリスのヘゲモニー下にあり、概ね平穏であった。そのため、 古代のパクス・ロマーナに習い、この時期を称して、パクス・ブリタニカと呼ぶことがある。ご検定時代のように、この時期のイギリス帝国はまさに最盛期を迎えていた。ビクトリア女王の統治のもと、科学技術は発展し、選挙法改正により労働者は国民となり、シティには世界中から資本が集まり、パクス・ブリタニカと呼ばれるほど、平和裏に各国に影響力を行使することができた。 しかし、フランスとのアフリカに場所を移した、植民地競争、新興国ドイツ、アメリカの親毛げ水面下では次の時代に向けた動きが活発化していたのもまたこの時代である。1901年1月22日のビクトリア、上司居後、ハノーバー朝からサクスコバーグごたーー朝となり、エドワード7世国王が即位した。この後、 外交面では1902年1月30日にロシアの南下政策に対抗するため利害関係の一致による目的により日本と日英同盟を締結した。この後日本はロシアとの日露戦争においてアメリカ政府の仲介も貢献した講和成立により勝利を果たした。その後、 日本との軍事同盟は第二次、第三次と継続更新された。1910年5月6日にエドワード7世が死去し、ジョージ5世国王が即位した。短所三国協商と三国同盟19世紀後半になるとドイツの産業革命が急激に進展し、工業力でイギリスに追いつく勢いを見せた。国内産業の発達したドイツは海外に、 新しい植民地を欲し、すでにイギリス、フランスによって色分けがなされていた植民地の再分割を主張するようになった。このためドイツとの対立が激化した。イギリスは対ドイツの安全保障策として、フランスと英仏協商をロシアと英ロ協商を結んで三国協商とし、ドイツ、オーストリア、イタリアの三国同盟に対抗しようと試みた。 1914年、サラエボ事件によって、オーストリア・ハンガリー帝国時期行為継承者、フランツ・フェルディナントが暗殺されたことを契機にして、ヨーロッパの大国同士が争う、第一次世界大戦に突入した。当時の首相のハーバート・ヘンリー・アスキスは、1914年8月4日に、ドイツが中立国ベルギーを侵略したことに対して、対独戦戦することを決意した。 連合国の一員としてイギリスはフランスに大陸遠征軍を派遣、フランス、ベルギー軍と共に西部戦線でドイツ軍と対峙した。当初イギリスでもこの戦争は比較的短期間で終了すると予測されていたが、初戦のマルヌ海戦でドイツ主導の短期決戦計画が破綻すると、両軍とも北海からアルプスまで至る残酷を掘って睨み合い、西部戦線は 膠着状態に陥った。また、サクスコバーグ号と朝であった王室は、敵国となったドイツ語由来の名称を拳をし、ウィンザーアサと解消し、在位中のジョージ5世が、初代君主となった。初期膠着した戦線で、連合軍、中央同盟軍は互いに、しばしば攻勢をかけ戦線の突破を企てたが、これらの企みはほぼ全てが、多数の死傷者を出しただけで終わり、 全く前線を前進させることはなかった。イギリスが担当するイーペルでは大戦中イギリスとドイツでイープルの取り合いを数度繰り返した挙句、双方で50万人以上の死傷者を出した。しかし、イープルの戦いは街を廃墟にしただけで、イギリスにもドイツにも何ももたらすものがなかった。また、1916年のソンムの戦いでは、フランス軍と共同し、 新兵器の戦車を投入するなどして、ドイツ軍の前線に攻勢をかけ戦線突破を図ったが、攻勢を開始した7月1日だけでもイギリス軍は2万人近い戦死者を出した。こうした前線の失敗は西部戦線だけでなく、トルコでも起こった。1915年イギリス軍はアンザックやカナダ軍と共同でトルコ上陸を目指したが作戦は見事な失敗に終わった。 これがガリポリの戦いでイギリス軍を主力とする連合軍は4万人以上の戦死者と倍イ回復傷者を生み出したがトルコを陥落させることはできなかった。ガリポリやソンムでの戦いが多大なる犠牲を出しながらも何も得ることがなかったということが判明するとイギリス本国では政変となった。首相のアスキスはその座を引きずり下ろされ、代わって 陸将のデビッド・ロイド・ジョージがその後を襲った。この時の政変が戦後のクーポン選挙の演因になっている。総力戦第一次世界大戦は人類史上初の世界的規模で展開した未曾有の総力戦となった。この経験はイギリスに限らずヨーロッパ全土に歴史的な影響を残した。総力戦では国家の持てる軍事力以外にも工業力、 経済力、外交能力など、あらゆる能力がすべて戦争に動員される。外交面では、ドイツの背後にある同盟国トルコを倒すために、戦後の中東地域の枠組みに関する約束手形を乱発した。そのうち将来パレスチナ地域に、ユダヤ人国家の設立を約束したのが、バルフォア宣言、アラブ人のトルコからの独立を約束したのが、フサインマクマホン協定、ロシア、 フランスとの間で中東利権のドイツの排除と再分割を訳したのがサイクスピコ協定である。これらの協定は戦後の中東地域の混乱を増大させる要因ともなった。終結1918年11月11日、ドイツと連合国の休戦協定が締結され、第一次世界大戦は終結した。イギリスを含む連合国の勝利に終わった。 翌1919 19年6月28日に、対ドイツの講和条約であるベルサイユ条約が調印され、1920年1月10日に発効された。この戦争は、イギリスとフランスの敗北によって、対英仏債務の回収ができなくなることを恐れたアメリカ合衆国が、長い孤立主義を破って、ヨーロッパの戦争に参加するということで、軍事的には解消された。 結果として、戦争には勝利したものの長期間に及ぶ、総力戦によって国力が疲弊したイギリスにも影が落ち始めた。特に、かつての自国領の植民地でもあった、新大陸の若年国アメリカの炎上抜きで戦争を勝利に終わらせることはできなかったということは、19世紀から20世紀の初めまで、ヨーロッパは元より世界的規模でリーダーシップを発揮し続けたイギリスが、 徐々にその地位をアメリカに奪われていき、その座から崩れ落ちていくことを示していた。独立後、現在のアイルランド共和国の国旗イギリスからの独立以前、1801年から1922年までの旗、旗現在のイギリスの国旗19世紀末から20世紀初頭にかけてのアイルランド自治を要求する運動により、アイルランドの地位はしばしば政治的な問題として取り上げられていた。 19世紀末に提案された2度のアイルランド自治法案はいずれも廃案となったが、1914年にようやく自治法案が可決された。しかしこの自治法は欧州大戦の勃発を理由に施行されずに凍結されることになった。戦争の長期化が予測されなかったため、アイルランド側にも一定の了承があったが戦争が長期化することで、この目論見みは外れた。 戦中を通して、イギリスに対する不満は増大し、ドイツの裏工作によって1916年に大規模な大英判断とアイルランド独立の宣言が行われた。イギリスはこれに対し軍の投入と反乱首謀者の処刑で答えたため、イギリスに対する不信感は一層増した。このような背景により、戦後のイギリスにとってアイルランド問題は緊急的な政治課題となっていた。 18年の総選挙で大勝したロイド・ジョージは、アルスター6州を北アイルランドとして分離し、北アイルランドのイギリス残留を条件に、アイルランドの独立を認めることを公約に掲げた。一方で、独立求心派はイギリスに対して、ゲリラ戦を展開しこれに応えた。これによって、アイルランド問題の緊急性が増したイギリスでは1920年に、アイルランド統治法が制定された。 独立戦争が収集されるに及んで、当地法の枠組みの中でのアイルランド自治を AI 間で確認する AI 条約が締結され、AO 間に忠誠を誓うアイルランド自由国の成立が確認された。一方アイルランドではこの条約に対しての賛成派と反対派の意見が集約できず、アイルランド内戦が勃発した。その後アイルランドは1937年の アイルランド憲法の施行に伴い、国名をアイルランド語の、エールに変更した。第二次世界大戦後の1949年には、アイルランド共和国となって1949年に、英連邦を離脱した。クロムウェルのアイルランド征服以来の入植により、プロテスタント系住民が多くなっていた。北アイルランドは、カトリック系が多数を占める南アイルランドとはたもとを、和価 連合王国に残るとを選んだ。しかしそのために、北、アイルランドでは少数派となったカトリック系住民と多数派のプロテスタント系住民の間に対立の火種を残すこととなり、また、アイルランドが統一されていないという不満も残ることになった。戦後協調体制第一次大戦後のイギリスの国際政治は戦後協調体制の確立から始まった。 ドイツに対する処分は、ベルサイユ条約によって決定したが、ドイツの植民地剥奪、一部領土の縮小、軍備の制限、巨額の賠償金の要求を骨子とする、ベルサイユ体制は結果として安定しなかった。一方、ワシントン会議で決定されたアジア、太平洋地域での戦後協調体制の、ワシントン体制では、完全にこの地域のメインプレイヤーがアメリカと日本に、 とって変わられたことを明確にした。ワシントン海軍軍縮条約、ロンドン海軍軍縮会議で決定した海軍軍閣競争の防止は一定期間以上の役割を果たすことはできなかった。これらの中で4カ国条約が締結され1923年8月17日に日英同盟も解消となった。アジアでは中国軍との間で百二十六年2満県事件、 1927年には、南京事件が勃発したが武力で断固として処断した。議会勢力の変化1919 19年5月27日、パリコーア会議の際の4カ国首脳。左からロイド・ジョージ A 首相、オルランドイ首相、クレマン・ソーフツ首相、ウィルソン・ベイ大統領。イギリスの国内政治では、ロイド・ジョージは、第一次大戦終了後直ちに議会を解散し、 8年ぶりになる総選挙を実施した。この選挙は、戦中イギリスをリードしてきた、保守党と自由党の連立派とそれを率いる、ロイド・ジョージに対する新任選挙となった。この選挙で、ロイド・ジョージは自分を支持する自由党候補に対しては保守党党首の副書のついた公認証書を発行したもの、公認証書を得られなかったアスキス派自由党候補の選挙区には公認証書を持った、 対立候補を送って徹底的に反対派を叩き潰した。このためこの選挙をクーポン選挙という、ロイド・ジョージの連立派が勝利し、保守党、自由党の非連立派が大敗した。連立政権が崩壊した後の1922年の総選挙では、前回選挙以来の分裂を引きずった自由党に対して保守党が対象した。 自由党の議席数はアスキス派とロイド・ジョージ派を足しても、労働党のそれをはるかに下回った。翌1923年の総選挙で、労働党は191議席と大躍進した。労働党は自由党と連立を組んで、初の労働党首を主犯とする、ラムゼー・マクドナルド内閣が成立した。この連立政権は、翌24年の総選挙で労働党の統制に、 陰りが見られたために解消されたが、1929年の総選挙で、労働党が初めて議会内、第1党となったことによって、第2次、マクドナルド内閣が議会の過半数を占めていないながらも発足した。強行への対策イギリス連邦加盟国1929年の総選挙によって誕生した、労働党政権最大の弱点は、それが少数内閣であり、 議会内で過半数を維持していないということにあった。1929年にアメリカのニューヨークから発した世界恐慌はイギリスにも襲来した。これが労働党少数内閣を襲う。禁縮財政を強いられたマクドナルドは失業保険の削除など福祉政策に回す予算を削減せざるを得なかったが、これは労働党の存在意義に大きく関わるものであった。 事実労働者の権利向上を謳う労働党はこの政策を放棄したとみられ1931年の総選挙で200以上の議席を減らして大敗した。この選挙結果を受けて労働党内で責任論が紛失し、マクドナルドにそれを求める意見が多かった。1931年にマクドナルドは党を除名され、労働党は従来から掲げてきた。 労働政策を維持するグループとマクドナルド派に分裂した。マクドナルド派は保守党、自由党と連立政権を組織し、これを国民政府と銘打った。国民政府は近本位制の放棄、イギリス連邦の形成とそれをベースにした、スターリングエリアの形成などや次早に、経済政策の刷新を行った。イギリスの経済不振は十一の十二年で、そこを打ち、 以降回復傾向を見せるものの広大なイギリス帝国の植民地を維持するだけの経済的基盤がもはやイギリスに存在しないことは隠し通せない事実となってしまった。1935年に総選挙が実施され、労働党国民政府派が退庁し、国民政府の主派は保守党党首のスタンリー・ボールドウィンに移行した。一方で野党労働党は この選挙で統制を大きく回復させた。以降も、保守、自由、労働党国民政府派による国民政府は維持され続けるが国民政府の重要課題は、経済政策からヨーロッパ情勢へとシフトしていく。また、1936年1月20日には、ジョージ5世が死去し、エドワード8世国王が即位した。しかし、 離婚歴のある平民のアメリカ人女性、ウォリス・シンプソンと結婚するために王冠をかけた恋と歌われたほど、グレートブリテン王国成立以降のイギリス国王としては歴代最短の在任期間わずか325日で退位し、1936年12月11日に王位継承権第一位だった時点に上位することで、ジョージ六世国王が即位した。 翌年1937年5月12日、ウェストミンスター寺院にて、国王ジョージ六世の戴冠式が取り行われ、日本の皇室からは、昭和天皇の弟宮である、秩父宮洋人親王と同妃、節子夫妻は3列した。なお、この4年後に、日英海戦資料国は、戦争状態に突入することになる。 ヨーロッパ情勢の変化1938年9月29日、ミュンヘン会談において、ベニート、ムッソリーニ、アドルフ・ヒトラーと共に行うチェンバレン首相1938年9月30日、ミュンヘン会談からの帰国後に会見する、チェンバレン首相を第一次世界大戦で敗戦国となったドイツは、その戦後処理に対して不満を持つ国内勢力が少なくなく、 ファシズムの台頭に反映された。ナチスを率いるアドルフ・ヒトラーは戦後、協調体制であるベルサイユ体制に対して、これの破壊を目指した。イギリスでは、第一次大戦の反省からヨーロッパ全土を巻き込む戦争の可能性について強い拒否反応があった。また経済的にもすでに、イギリス帝国が斜用しつつあるのは明らかであった。首相のネビル・チェンバレンは、これらを背景に、 ナチスドイツへの融和政策を取り続け、再軍備宣言の容認、ザール併合、オーストリア併合の容認など、ベルサイユ体制の崩壊に加担した。最大の戦争の危機に発展した、ズ・デーテンの貴族問題では、1938年のミュンヘン会談においてこれ以上の領土の拡張を行わないことを条件に、ズ・デーテンの併合を認めたが、ドイツは、 ズ・デーテンの併合を皮切りに、チェコの併合、スロバキアでの傀儡政権の樹立など英仏との了解を保護にして、領土拡張を続けた。これによって、融和政策を取り続けてきたネビル・チェンバレンの評価は下がり、代わって融和政策に対して、警鐘を鳴らし続けていたウィンストン・チャーチルへの対望論が高まり出した。バトル・オブ・ブリテンのザブリッツ。 空襲を受けたロンドン・ノルマンディー上陸作戦チャーチル首相大西洋会談において戦艦上でルーズベルト米大統領と共に1945年5月8日のヨーロッパ戦勝記念日を受けてバッキンガム宮殿のバルコニーに立つ国王ジョージ6世一家とチャーチル首相ヨーロッパ1941年12月10日マレー沖海戦において日本海軍機の攻撃を受ける英海軍 プリンス・オブ・ウェールズ、レバルス、エレクトラ。1939年9月1日に、ナチス・ドイツがポーランドへの侵攻を始めるとイギリスは、フランスと共に、対独戦線復刻を行った。これが、第二次世界大戦の勃発である。ネビル・チェンバレンは失脚し、代わって首相に、ウィンストン・チャーチルがついた。国民政府は解体され、二大政党制の保守党、労働党による、 戦時内閣として第一次チャーチル内閣が形成された。戦線布告直後にイギリスは再び大陸に遠征軍を派遣し、フランス軍、ベルギー軍と共に共同でドイツ軍の精神を阻むことは確認されたもの、西部戦線は一向に先端が開かれる気配が見られず、西からの援護を受けられないポーランドは結局見殺しにされる格好になった。結局西部戦線は、 翌年5月からドイツの主導で先端が開かれることになった。オランダ、ベルギーから国境を突破したドイツ軍はあっという間に連合軍をイギリス海峡沿岸まで追い詰めた。海まで追い詰められたイギリス軍はダンケルクの戦いで部隊をイギリスに帰還させることに成功するが首都パリに追い詰められたフランス軍はドイツに降伏するしか道が残されていなかった。こうして 早々に大陸に味方がいなくなったイギリスは島国で、あるために早々とドイツ軍の侵入を許すことはないものの、ヨーロッパで唯一、通軸国に退治することを迫られた。フランスに続いて、イギリスへの上陸を狙うドイツと大陸への足がかりをなくしたイギリスとの戦いは、イギリスの地理的な条件と両軍の軍事ドクトリンを背景として大規模な空戦へと移行した。これが、 バトルオブブリテンである。当初はドイツ空軍のイギリスへの一方的な攻撃で首都ロンドンをはじめ大都市は大きな打撃をこむった。ドイツ軍の攻撃目標がイギリス海峡沿岸に近いところから内陸部へと拡大すると航続距離の短いドイツ軍機に対してイギリスにも反撃のチャンスが巡ってきた。8月末には初めて独首とベルリンを空襲した。 以降ドイツとイギリスの爆撃の応酬になったが、独ソ戦の開始により東にも戦線が開かれると、ドイツは早々にイギリス上陸作戦を諦めざるを得なかった。1941年8月9日から8月12日に行われた大西洋会談において、チャーチル首相はアメリカの民主党フランクリン・ルーズベルト大統領と共同で調印し、大西洋憲章を発表した。 アジア1942年2月15日、シンガポールの戦いにおいて、日本軍に対して降伏するイギリス軍、ポツダム海岸に集まった参加国首脳、前列左からクレメント・アトリー首相、トルーマン米大統領、スターリン・ソ連首相。1941年12月8日に、日本が台米英戦宣復刻を行うことによって、アジア、 太平洋地域での対日戦線が開かれることになった。日本軍により早々に香港、マレー半島、シンガポールといったアジアにおけるイギリスの拠点が次々と陥落させられ、ビルマの侵攻を受け、インドを伺う,う姿勢を取ったことは大きな打撃となった。海戦でもマレー沖海戦では日本海軍の航空機部隊に対して、 東洋艦隊が壊滅したのはイギリスの海軍力の斜用を示すことになった。第一次大戦の主要戦線がヨーロッパに限定されたのに対し、第二次大戦では東アジア、東南アジア、南アジアでも大規模な戦線が開かれた。これはイギリスの傭兵に大きく影響した。第一次大戦では多数の英員軍、オーストラリア軍及び ニュージーランド軍からなるアンザックが大規模にヨーロッパ戦線に投下された。一方、第二次大戦ではビルマ戦線に A イン軍を投下することを余儀なくされ、またインドの離反の備えも必要とした。オーストラリアも開戦初期にダーウィンを日本軍に空襲されると危機感が煽られ結局オーストラリア軍の大部分をオーストラリアに帰還させなければならなかった。ただし、 このようにして、イギリスがアジア戦線に投下した兵力も、連合軍の主力になりうることはなかった。この方面の反撃はもっぱら、アメリカ軍に委ねられることになった。アメリカ合衆国の欧州戦線への参戦、対戦での勝利チャーチルは1941年12月の真珠湾攻撃以前からアメリカ合衆国の対戦参加を要求していたが、米国の当時民主党、 フランクリン・ルーズベルト大統領は対戦への参加には終始及び腰であった。しかし、日本の台米エラン戦線復刻に伴って、独位も台米戦線復刻をしたことはイギリスにとって渡りに船であった。これによってアメリカ合衆国はヨーロッパ戦線への参戦が可能になりイギリスは直接支援を得ることができる相手を見つけることができた。メジタの目標は、 北アフリカ戦線の攻略であり、将来的な目標は西部戦線の復活であった。1943年5月までに北アフリカ戦線は終結し、8月には地中海を越えてシチリアに上陸、9月にはイタリア半島本土に取り付くことに成功した。本土への連合軍上陸を許したイタリアは9月8日に無条件降伏した。 ただしベニートムッソリーニは北部に逃れたため、ドイツ軍の支援によってイタリア戦線は継続された。続いて、西部戦線の復活が具体的に検討され始めた。1942年から1943年にかけて予備的な上陸作戦が行われた後、1944年6月6日に、英米軍を主体としたノルマンディーへの大規模な、 上陸作戦が計画され、ノルマンディ上陸作戦が実行された。これによって、西部戦線が復活し、ナチスドイツを劣勢に追い込み東西両方から挟み込む体制が確立した。以降戦争は、急激に連合軍優位に進展していくことになった。8月末には、普ツシュとパリを解放。9月初めには、アントウェルペンを解放し、ヨーロッパ西部の戦線は、 急激に拡大していった。1945年4月には、独ソ戦において、ソ連軍がベルリンに侵攻。独裁者、アドルフ・ヒトラーは、ベルリン地下壕で自殺し、5月8日に、ナチス・ドイツは、連合軍に対し無条件降伏した。そして、ドイツは、ナチ党政権が事実上崩壊し、米英仏宗4カ国による、連合軍軍勢期に入った。アジア、 太平洋戦線でも物資、工業力に勝るアメリカが衆国がイギリスを置いて優位に戦線を展開し、米大統領ハリー・エストリューマン、A 首相、クレメント・アトリー政権下の1945年9月2日には連合国に対するポツダム宣言受諾の調印がなされ、日本も無条件降伏した。イギリスでは第二次世界大戦終了直後に保守党と、 労働党の挙国一致内閣が解消され、チャーチル率いる保守党政権は選挙管理内閣となった。1945年7月に行われた戦後初の総選挙において、クレメント・アトリー率いる労働党が勝利した。イギリスの県政史上初めて労働党が議席の過半数を占有し、アトリーはこれを背景にして安定した労働党単独政権を組織することができた。 自由党は、この選挙において決定的に失落し、以降イギリスの二大政党制は、保守、自由の二大政党制から、保守、労働の二大政党制へ完全に移行した。なおこの政権交代は、ポツダム会議の会期中に行われたため、アトリーは、チャーチルに代わって、ポツダム会議に参加することになった。労働党による戦後再検索は大きく分けて二つあり、一つは、ゆりかごから、 墓場までと言われる大きな政府による福祉国家政策と石炭、鉄道、通信など基幹産業の国有化であった。これらの政策はこの時点では第二次世界大戦において壊滅的な打撃を被ったイギリスの復興に対して一定の効果を持っていたと評価される。また労働党政権はインド、ビルマ、セイロンなどの独立が容認され、 植民地帝国が崩壊する契機になった。1953年6月2日、ウェストミンスター寺院でのイギリス女王エリザベス2世の戴冠式。第二次大戦中イギリスは帝国内で最大規模の人口を誇る植民地インドに対してヨーロッパ、太平洋で複数の戦線を維持し、また旧地平和を維持するため戦後インドの地位に対して大幅な情報をせざるを えなかった。イギリス政府は1947年にインド独立法を承認し、インドとパキスタンの独立を、翌1948年には、セイロンの独立を承認した。また対戦中に、日本の支配下にあったビルマ、マレーでもイギリス支配下に服することに混乱が見られ、1948年に、ビルマの1957年に、マレーシアの独立を承認した。 1951年10月26日に、アトリーが失脚し、労働党から保守党へ政権交代され、チャーチルが首相に再任した。またこの間、1952年2月6日に、国王ジョージ六世が病弱にして、万56歳で死去し、1701年級王位、継承法に基づき長女のエリザベス王女が王位を継承し、エリザベス二世女王として、 イギリス国王に即位した。翌年の1953年6月2日、ウェストミンスター寺院において、イギリス女王エリザベス2世の戴冠式が執り行われた。1960年代に入ると、フランス領西アフリカの独立要求を機に、植民地支配下のアフリカ諸国の独立運動が活発化し、1960年にナイジェリアが1962年に、 ウガンダが1963年にケニアが1964年にマラウイとザンビアがイギリスから独立を宣言した。また1961年に南アフリカが1966年にローデシアがアパルトヘイト維持のためイギリスからの独立を宣言した。1955年4月6日にチャーチルが失脚し、 彼の政権下で外相を務めたアンソニー・イーデンが首相に就任した。1956年にはエジプトがスエズ運河の国有化を宣言し、同地帯を占領したためイギリス、フランス、イスラエルとの間で戦闘が勃発した。これが第二次中東戦争である。英仏は国際世論の支持を得られなかったためスエズから撤退し、地中海と航海を結ぶスエズ運河の利権を 喪失した。1968年1月にイギリスはスエズ伊東から軍事的に撤退することを発表した。これに伴い、1971年にバーレーン、カタール、アラブ首長国連邦がイギリスから独立した。その後、帝国が崩壊しつつもイギリスは軍事的影響力を維持し1982年にアルゼンチンとの間で、 フォークランド紛争を戦っている。残る最大のイギリス植民地は香港だけになったが、これも1984年に、サッチャー首相と、東昌平中華人民共和国中央、軍事委員会主席の間で行われた、英中首脳会談で、新海の咀嚼期限が満了を迎える1997年に、活情地も含めて一斉に、中国に返還されることになった。 香港を返還したことで、イギリスは主要な植民地のほぼ全てを喪失することになった。冷戦下の東西ヨーロッパ第二次世界大戦終結後、ヨーロッパは自由主義国家軍の西ヨーロッパと社会主義国家軍による東ヨーロッパの二つに分裂した。この状況を指して、バルト海のシテッティンからアドリア海のトリエステまで、 ヨーロッパを分断する鉄のカーテンが下ろされていると言ったのはチャーチルである。東ヨーロッパの名手はソビエト連邦であったが、もはやイギリスに西ヨーロッパのリーダーとなる国力はなかった。西ヨーロッパの戦後復興をリードし、自由主義陣営の名手となったのはアメリカ合衆国であった。1947年のトルーマンドクトリンとマーシャルプランがアメリカからヨーロッパに提唱されたことは、 西ヨーロッパにおいて、アメリカの存在が不可欠であることを如実に示していた。このアメリカを筆頭とする、資本主義、自由主義陣営である西側諸国と、ソ連を筆頭とする、社会主義、共産主義陣営である東側諸国の、直接戦果を交えない対立が冷戦である。以降1989年までのイギリス史は、基本的にこの冷戦の枠組みの中で、 進展していくことになった。1949年、西ヨーロッパの新しい安全保障の枠組みとして、北大西洋条約機構が発足した。イギリスはこれに原価名国として参加し、アメリカの核の傘の中に入ることになった。また、イギリス自身も1952年に独自の核兵器保有を実施している。戦後内政の改革ハロルド・マクミラン。 アレック・ダグラス・ヒュームと保守党政権が続き、1964年10月16日にハロルド・ウィルソンが首相に就任し、アトリー以来13年ぶりに労働党が政権に復帰する。1969年にイングランド、ウェールズ、スコットランド、1973年に北アイルランド、1998年に死刑制度が完全に廃止された。 ウィルソン労働党政権下で、妊娠中絶の合法化、死刑制度の廃止及び、男性同性愛の非刑罰化を含む、社会的改革がなされ、通貨ポンドの閉鎖切れ下げや、日本の放送大学の模倣ともなった、通信制公立大学である、オープン大学の設置などの政策が実施された。サッチャリズム1984年12月22日、 イギリス政治史上初の女性首相で鉄の女とも称されたマーガレット・サッチャー、ロナルド・レーガン米大統領と、その後、保守党のエドワード・ヒース、ウィルソン、ジェームズ・キャラハンと二人続けて労働党政権が続いた。戦後イギリスで行われた福祉国家制度と機関産業の国有化政策にもかかわらず、旧体依然とした階級制度は残り、生産設備の老朽化と、 相まって、イギリスの経済活力が失われた。1970年代には、英国病、ヨーロッパの病人と呼ばれるほど経済状況が悪化した。これに追い打ちをかけたのが1973年に勃発したオイルショックで、イギリス経済は大打撃をこむった。この状況を改善することを期待されて登場したのが、1979年の総選挙で対象した、 保守党党首マーガレット・サッチャーである。1979年5月4日に就任したサッチャー首相は小さな政府を目標とし、規制緩和や福祉制度見直しなどの大胆な改革を実施した。また、野党の労働党左派や労働組合を狙いうちに戦後国有化された基幹産業の民営化、炭鉱の閉鎖、大ロンドン市の解体、福祉制度の圧縮に乗り出した。 これを1980年代に入って模倣し、通信、専売、国鉄の3事業の民営化に乗り出したのが日本である。サッチャリズムの結果、失業率は激増し、リバプールなど工業地帯の都市は、どん底の状態に陥った。こうした、サッチャーの政治姿勢を新自由主義もしくは、サッチャリズムと呼ぶ。なお、1980年代には、イギリスの製造業が衰退した反面、 北海油田の生産が伸び、オイルショック後の原油輸出価格の高騰により、産油国イギリスの対外収支は黒字になった。またサッチャーは、対外的にも強硬的な姿勢を示した。1982年のフォークランド紛争はその一端でフォークランド諸島を占領したアルゼンチン軍に対し、すぐさま陸海空軍を出動させ、フォークランド諸島を奪還した。 これにより一時落ち込んでいた、サッチャーの支持率は盛り返したと言われる。また当時のアメリカ大統領、ロナルド・レーガンに協調し、ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻に反発して、新霊戦と呼ばれる状況を作り出した。北アイルランド問題第一次世界大戦後、北アイルランドをイギリスに残留させるということで、アイルランド問題は一応の決着を見た。しかし、 イギリスに残留した北アイルランドではアイルランドが統一されていないことに対する不満がくすぶり続けており、これは AI 条約直後から潜在的に存在していた。これが一連の北アイルランド問題に連続する。これらの不満が顕在化するのは第二次世界大戦後である。アイルランド共和軍が活発化し、1950年代以降20世紀を 通じて IRA によるテロ活動が頻発した。一方でイギリスは武力の行使によってこれに対抗し、1972年にはロンドンデリーでのデモに発砲し13人の犠牲者を出す事件が発生した。これが地の日曜日事件である。双方が感情的になったことで北アイルランド問題は泥沼化し、IRA は冷戦の対立構造の中で バスク祖国と自由や赤い旅団と連動しながらテロを繰り返し一方のイギリスは強硬に対決するなど解決の糸口を見出せない状態が20世紀末まで続いた冷戦の終結は北アイルランド問題にも解決の兆しを見せた1994年に IRA は一方的な停戦宣言を発しイギリスはこれを歓迎したトニー・ブレアが 政権についた1998年には和平合意となるベルファスト合意が締結された。1952年2月6日より在位中のイギリス国王であるエリザベス2世。地域化エフタの結成から EC 加盟へ、ヨーロッパ大陸では1951年、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギー。 ルクセンブルクの6カ国によって欧州石炭鉄鋼共同体が発足。1957年にはこれをベースとしてヨーロッパ経済圏の確立を目指す欧州経済共同体が成立した。イギリスではこれに対抗して1959年、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、オーストリア、スイス、ポルトガルの7カ国で欧州自由貿易連合を結成した。 エフタは、域内での自由貿易が目的であったが、フランス、ドイツなどのヨーロッパの先進工業地域、経済的な中心地は EEC に抑えられていた。また1967年、欧州石炭鉄鋼共同体、ヨーロッパ経済共同体に、欧州原子力共同体を統合して、欧州共同体が誕生すると、ヨーロッパ中心部に、 巨大な関税同盟とマーケットが出現し、イギリスも EC に加わるべきであるとする議論が活発になった。これは、イギリスの国論を二分する激しい議論となり、EC の経済的優位性に魅力を感じる賛成論に対して、イギリスの経済的な独自性を維持すべきであるという反対論が存在した。1973年、イギリスはデンマークとともに、 エフタを脱退 EC への加盟を果たした。この時、イギリス、デンマークとともにアイルランドも EC に加盟し、これはヨーロッパ共同体の拡大の始まりとなった。ただし、これでイギリスの EC 加盟が確定したわけではなく、EC 加盟後の1975年に EC 加盟の是非を問う国民投票を行って初めて確定した。以降も EC は、 拡大を続けた。1989年に冷戦が終結すると EC という地域連合は、東欧革命なども、発端となり西ヨーロッパだけではなく、旧東側諸国のヨーロッパ全域における政治、経済の統合に向かって一層の弾みがつけられた。1993年に EC は欧州連合に発展した。EU はヨーロッパにおける政治、 経済の統合を目指して様々な方針を打ち出した。ヨーロッパを単一の市場とみなして、人、物、お金の流通を自由化するという方針は、経済分野での統合の最たるものである。このうちお金に関しては、1992年からヨーロッパ単一通貨の導入を目指した動きが始められた。この運動は2002年に導入されたユーロとして、結実する。 イギリスはユーロ導入にあたって保留権を行使し独自通貨であるイギリスポンドを維持している。また EU 内の人の国境を越える移動の自由化を保障した支援源協定にも署名していない。労働党政権2004年11月12日ホワイトハウスにてジョージ・ダブー・ブッシュ米大統領と握手するトニー・ブレア首相2009年3月3日ホワイトハウスにて バラク・オバマ米大統領と会談するゴードン・ブラウン首相。冷戦の末期を強力に指導した保守党政権は冷戦の終了後も政権党としてあり続け、1990年11月28日のサッチャー失脚により、ジョン・メイジャー首相が公認についたが、1997年の総選挙で労働党に大敗して、 トニー・ブレア首相が誕生するまで政権を握り続けた。1997年に誕生したブレア労働党政権は、それまでの福祉政策の見直しを図り、リベラルな方向性を示しながらも、左派中道と呼ばれる政策に大きく転換してきた。通称、第三の道とも呼ばれた、この政策は、イギリス国内において、中間層の拡大を反映しており、 二大政党のそれまでの政策の大きな相違は徐々に消滅しつつある。1998年にはベリファスト合意を結び、IRA 暫定派と和平の合意が成立した。2001年9月11日にアメリカ同時多発テロ事件が発生すると、ブレア政権はアメリカの共和党ジョージ・ W ・ブッシュ大統領政権支持を表明し、 これに続くアフガニスタン戦争と2003年のイラク戦争に対してイギリス軍部隊派兵を含めた積極的な支援を行った。2005年9月にはバスラにおいてイラク警察に拘束された衛兵を拘置所から奪還し騒乱につながった。ブレア政権で財務大臣を務めたゴードン・ブラウンが2007年6月24日、 開催の英国労働党大会で当初に選出され、同年6月27日にブレアの公認としてイギリス首相に就任した。保守党と自由民主党の連立政権2010年6月26日、カナダのトロントで開催された G20 サミットでバラク・オバマ米大統領と会談するデイビッド・キャメロン首相。2010年5月11日、 総選挙結果の責任を取る形で、ブラウン首相が辞任し、13年に及ぶ、労働党政権に幕を引き、メージャー政権以来保守党が、政権与党に返り咲き、政権交代で、デイビッド・キャメロン首相が誕生した。2011年11月30日、保守党、自由民主党連立政権が推し進める年金改革に反対して、 ユニゾンなどの公務員関係の30老組は30日午前0時1分から24時間ストに入った。ストには200万人の参加が見込まれ、全国で約1000のデモ集会が行われ、視聴者や図書館、職業安定所、病院前にピケが貼られる予定である。1926年以来最大規模の行動となる。 イングランド地方では9割の学校が休校となり、救急を除く、病院業務、空港の入国管理、地方行政などに影響が出る予想。BBC の世論調査では、国民の61%がストを支持しているという。ロンドンでは2万5千人が、イングランド、ウェールズでは、地方公務員210万人のうち67万人が、ストに参加した。 2011年のパース協定に従い2013年に改正王位継承法が制定され、イギリス王位継承順位に関して1701年旧法の兄弟姉妹間男子優先調子相続制から兄弟姉妹間絶対的調子相続制に改正され、2015年3月26日に施行された。2014年からは同性結婚が合法化された。 2012年に即位60周年ダイヤモンドジュビリーを迎えたエリザベス2世女王だが2007年には高祖母たるビクトリア女王を抜いてイギリス史上最高齢の君主となった。また2015年1月23日にはサウジアラビア国王のアブデラビン・アブドゥル・アジーズが90歳で死去したことにより88歳で 存命する在位中の君主の中で世界最高齢になり、さらに2015年9月9日には在位期間が63年と216日となり、同じくビクトリア城を抜いてイギリス史上最長在位の君主となった。さらに2016年10月13日にはラーマ旧世の死去により、2020年1月1日現在、存命の君主では、 世界第一位の長期在位君主となっている EU からの離脱、ブレグジット欧州連合の旗。2020年2月1日以降、イギリスは EU 加盟国ではなくなった。2017年1月27日、ホワイトハウスにて就任直後のドナルド・トランプ、米大統領と会談するテリーザ・メイ首相。現職イギリスの首相であるボリス・ジョンソン。 2016年6月23日に、イギリスの欧州連合離脱是非を問う、国民投票が実施されその結果、僅差をもって、離脱賛成派が過半数を占めたため、イギリスの欧州連合離脱が決定された。これを受けて、キャメロン首相権保守党党首が責任を取る形で、辞任を表明し、2016年7月13日に、キャメロン政権で、 内務大臣を務めたテリーザ・メイが、サッチャーに続く二人目のイギリスの女性首相権、保守党党首として就任した。キャメロン政権で外務大臣を務めたフィリップ・ハモンドを財務大臣に、あて、ハモンドの公認として外務大臣に、ボリス・ジョンソン前ロンドン市長を起用した。メイ政権は、それまでのエネルギー、気候変動省を新設したビジネスエネルギー、 産業戦略省へ吸収する代わりに新たに欧州連合離脱省を設置し、主に EU 離脱問題を担当する閣僚ポストとして欧州連合離脱大臣を新設した。EU 離脱により、営業北アイルランドとアイルランドの通関が復活すると、北アイルランドの民族主義者との紛争が激化することを恐れた。そこで EU 部分残留を可能にすることで、 通関を不要にしたものだが、保守党内の強硬な離脱派などが反発し、造反者が出たことが原因となり、2019年1月15日、ブレグジットに関して EU とまとめた協定案が議会会員で大差により否決された。一方、労働党が提出した内閣不信任案も1月16日に僅差で否決され、明政権は続投することになった。 2019年5月24日、欧州連合からの離脱が行き詰まっていることを受け、名首相は退陣を表明。6月7日に党首を辞任後、後継就任まで党首代行として首相職に留任し、7月24日に第2次名内閣総辞職、ボリス・ジョンソンが首相に就任した。現在の政権は第2次ジョンソン内閣、 2019年12月13日、成立。2020年1月9日、イギリス議会会員書民委員は、欧州連合からの離脱のために必要な離脱関連法案を採決した。賛成330票、反対231票の賛成多数で可決した。これで法案は会員を通過。月内に上院でも承認され、成立する見込みで、 1>, 1月末の離脱は事実上確実となった。離脱の方針が決まった2016年6月の国民投票から約3年半に及んだ混迷にようやく収束への道筋がついた。関連法案は離脱条件を定めた EU との協定案の批准に必要な法律。欧州議会も月内に協定案を承認する見通しで AEU 双方の批准完了によって 英国の離脱が実現する。結果として英国は2020年1月31日午後11時、欧州連合から脱退した。こうして2016年6月23日の国民投票以後3年半の期間を要して、1973年の EC 加盟以来の約46年に及んだイギリスの EU メンバー国としての地位に幕が下ろされた。ただし、 EU との現状の経済関係は2020年12月末まで継続する移行期間に入ったという状況下である。ジョンソン首相は EU から早期に完全離脱するため、2020年12月末までに EU との自由貿易協定締結を目指しており、移行期間の延長は不要と判断。関連法案に移行期間の延長を禁止する条項を盛り込んだ。 ただ、EU が過去に FTA 締結に数年かかった例もあり、2020年12月末までに交渉をまとめるのは困難が予想される。ジョンソン政権が12月末までに EU と FTA を締結できない場合、AEU 間の貿易は世界貿易機関の規則に沿って行われ、関税が発生する恐れがある。2020年1月より、 中華人民共和国の湖北省武漢市から世界中に流行拡大した新型コロナウイルス感染症がイギリスにも流行拡大しその対策に追われる。ありがとうございます。